魚さんってタスク下手なんですか？え？いきなり何ぶっ？え、どういうこと？え、高田健一、タスク全然やってないの？ダメだよ、高田健一。俺、多分ずっと、いや、ずっとやってたよね。やってました。やってた。いや、でも高田さんなんか最後、アドミン、先端さんが上行ってから、一回、そっついていこうとして、戻ってきたから殺されるかと思ったんですけど。え、だって、竹雄さん、高田健一でしょ？いや、違います。魚さんと。魚さん。あ、俺タスク下手すぎません？何のことかな？あ、引かなかった。今日引きたかった。このメンツで勝ちたかったな。インポスター引きたかった。よいしょ。黄緑、青、水色、茶色。ボタン。あ、すいません。ボタン。イベント見た？いや、右側に誰も来ないんで寂しくなっちゃって。寂しがりかよ。寂しがりかよ。まあ、私は寂しがりかよ。私一回ステージだけどね、まあ、アドミンにめっちゃいたのはいたけど。あ、そうなんですね。あ、よかった。これかなり白いと思いますね。あ、本当ですか？マジで、ごめん、はっきり言うと、私、なんか、すげえくだらない理由でタスクキャンセルされたから、怒りの投票しちゃったんで、スキップお願いします。なんだ、雑なしの最初、アドミンのトの字で突っ立ってたの、あれ、マット見てたの？あれは、自分のタスク位置の把握やってましたね。え、センターさん、なんで白いって思ってた？え、サボタージュが起きなかったから。ああ、なるほどね。インポスターの思考ではないなと思ったかな。それでだって白キャブを行わずにボタンを押すって行為だと。なので明夜くんが一人で いるの状況にもかかわらず何もしなかったっていう。何もしなかったしボタンを押してるからかなり白いと思いますよ。一応ウェポンに一人っきり残るとか見てますけどね。だから完全に一人じゃなかったっていうのだけちょっと申します。寂しいですよ、サントスさん。そこまあそうですね。やったら私が置き去りにしたっていうので一人っきりになったっていう状況にはなりましたね。俺正直ボタンだけでここまで喋れるのこの卓だと思うんですけど。もうちょっと話しましょうか。インポスターだったらインポスターで白稼ぎするんだったらこのタイミングじゃなくて何でもいいからサボタージュ鳴らして押した方がいいと思う。僕もそう思う。から先端のその思考はすごい理解できるから。アドミンいた人はアドミン情報ちょっと出してもらっていいですか？エレクトリカル2ぐらいいたと思うけど、違ったかな。わかんない。僕はアドミン行ったけど見てない。同じく見てない。見てない。一個ね、これで、ね、ずっと触れようかどうか迷ってたこと一個だけ言いたいんですけど、この村に先端さんの偽物いません？あ、竹雄さんがその格好してたと。オラフさんだよ、オラフさん。ちょっとしかも、腐っちゃったみたいな。でも確かに、オラフさん真似てるしから、オラフさんが偽物か。僕、いきなりますよ。僕、カンコピなんで。カンコピって別に、パクリと一緒なんだよ。偽物と一緒なんだよ。何の弁明にもなってない。ちょっとこれ、チャレンジするわ。やっぱ、名屋さん白置きするわ、これ。そういうチャレンジでいきます。これで黒だったら恥ずかしい。この先端心理学ですね、これね。ボタンを押す動機の白稼ぎするにしてはもうちょっと後な気がするんだよな。とかサボタージュが起きた直後とかあったらね、さっきも説明したけどありえるけど、ピンク、青、黄色かなり薄いですけどね、要素としてはいくらでも言えるんで、何も考えずに押したってパターンがね、全然ありえるんで。ピンク、青、黄色。言うなきゃとこ。いや、ここ危険だな。ここで、エレクトリカル入るの、ちょっとくせえな。まあ、これも、これはさらに微妙な要素。ウェイ。いや、これは白い。白いな。多分、メッドベイの位置を確認しに行ったけど、そこから走ってくるサントスを見たから生きてるのを確認して押してくれたって感じですか？いえ、特に。え？センターさん、だって下から来たよ。
え、だからアドミンで見る。アドミンで。うん、アドミンで、リアクターに、エレクトリ、じゃストレージ位置かな。まあ、とりあえずなんか死にやすそうなんで押しました。で、メットベイは見てないです。すいません。セキュリティ見てた人誰ですか？あ、僕です。あ、フラフ君ですね。はい、あの、うん、弁当で立たれてましたね、高田さんが。いやいや、俺、ちょっとやめて。あ、危ない。すいません、すいません。危なかった。危ない、それ、ダメだよ、めっちゃバレちゃった。インポスター。すいません。ちょっと黙っといてるのが。高田さんって、タスク下手なんですか？え？いきなり何ぶっ。え、どういうこと？え、高田健一、リア、うん、え、タスク全然やってないの？ダメだよ、高田健一。俺、あの、多分ずっと、いや、ずっとやってたよね。やってました。やってた。いや、でも高田さんなんか最後、アドミン、先端さんが上行ってから、一回、そっついていこうとして、戻ってきたから殺されるかと思ったんですけど。え、だって竹尾さん、高田健一でしょ？いや、違います。魚さん。あ、俺さん、タスク下手すぎません？何のことかな？リア教会。もうちょっと詳しく。あの、リアクターの覚え芸、かかりすぎですよね。僕ずっと見てましたけど。あれ、魚さん？魚さん、全然出てこなかった。魚さんね。魚さん。あの、それに関しては僕が弁明できて、あの、2個前ぐらいの試合でリアクターの覚え芸、僕4回失敗しました。いや、まあ、ちょっとね、センターに救ってもらったところありがたいんだけど、俺も、まあ3回ぐらい見せてて、あのプイプイって言ったらピーブーみたいな感じその音でしようとやめてもらっていいですか？ちょっとあのいや、その今の音の再現度はかなり白いですけどね。あらっす、ありがとうございます。俺もやっぱりみんな好き勝手言いこう言いたい方がおっ、何かおめでこの2票インポスターでは？いや、僕ですけど違います。倉さんの今発言白いな。自分が入れてないのを承知で、相方が入れてるのはまあほぼ確定となった時にヘイトを向けたくないだろうから、白い富田、これもかなり薄い。やめよう、いいよ。あ、メイヤさんだからね、白だからいいんですけどね。白書くなんだよ、もうメイヤさんは。もう僕は一切歌えません、これから。メイヤさん初手ボタン、先端心理学がね、これね、合ってるってことをね、証明します、僕は。黒、青、緑。今、タスクを、中断した理由は、ここ、右側に誰も来なかった場合、途中で殺される可能性があるので、中断しました。タスクを中断して、生き残る立ち回り、これ大事ね。茶色、青。今日もほぼほぼ死んでないんじゃないかな。うん、おい、いいや、2人死んでる。うん、ちょっと待ってください。はいはい、ストレージの給油のところで死んでました。誰がですか？ストレージの給油？そう、どっちですか？え、あ、うん、あ、どっちですか？ごめんなさい、見てなくて。どっちだったっけ？オラフさん、オラフさん、オラフさん、オラフ一応順番言っておきますかね。最初ナビゲーション、あ、では直近ですね。まあ右行って、ストレージ右下行ってゴミ捨てして、死んでるってなってレポート。で、その前に、給油のところでナイトミヤさんが降り、高田さんがその、ストレージの右側の周辺にいたっていうのが僕が出せる情報です。竹尾さん覚えてます？確かアドミンマップ見てましたよね、はい、オラフさん。見てました。直近、うん、はい、その後ですよね。どこ行ったか覚えてます？超直近のはず。でも多分僕 O2 側行ったんで、下に行ってると思います。ストレージ、なるほど。どこら辺でしたよ、そのストレージの中って。あ、じゃあ俺否定できるかね。先端してる、あんま分かんないけど。俺は先端、議論をまとめよう。で、サントス、竹尾さんとオラフ君が一緒にいて、竹尾さんが上に来てるのは僕も見てるし、サントスさんも見てますよね。はい、見てます。はい、あ、OK、だから、下にオラフ君がいて、竹尾さんは今回違うっていう議論のもと進めよう。OK、それでいい。あ、
じゃあ魚からも結構出せるので情報出すんですけど、僕は先端がエレクトリカル出てくるときに入れ違いで、ロアエンジンの方から入りました。で、配電盤、まあ、要は停電が鳴る可能性があったから配電盤の前にずっと突っ立ってたんですけど、そこから誰も入ってきてません。で、先端はナイトメア君とすれ違っていないやってる、僕が右し、あ、ごめん、ストレージクッキー、あ、すれ違いました。もう一回、僕の出せる情報全部出します。ごめんなさい。あ、僕が押すから、リアクターになったら他の7人みんなで行ってください。僕が押します。押さなかったらインポスターでいいです。鳴らさないか、コミュか。停電はない。リアクター。鳴らさなそう。あ、鳴らすんだ。早抜けるの、はい、ありがとう。もうちょっと出せる情報があるので、はい、どうぞ。まず最速でナビゲーションに向かいました。で、そこでもメイヤさんがいました。で、メアさんを置き去りにしてナビゲーションを出て、ナイトメアさんとすれ違いました。O2 とナビゲーションの、間のコの字の上側です。で、そのまま O2 に行きタスクをやってる時にアメネコさんが O2 にいて、で、僕だけ O2 残ってウェポンカフェテリアでストレージ。で、ストレージの右下に入った時にナイトメアさんが給油のところに降り、ゴゴゴゴゴー、ピコン発見って感じです。で、その発見の直前に、はい、高田さんがストレージの、右側コミュニケーションからの通路のとこに一応行きました。 OK、 ありがとう。じゃあ先…あ、いい？喋って、どうぞ。ケイショがいい？あ、いいじゃん、喋る。それの情報に基づいて喋ると、先端と O2 で分かれた後に僕はすぐウェポン抜けて上に行ったところ、そこでサントスさんと武雄さんと会っているのね。はい。で、2人いたから、僕多分このまますれ違うと人数右に固まっててやばいと思ったから、僕もウェポンの方戻ったの2人とも見てると思うんですよ。見てますね。はい。で、戻っていったので不可能と。で、僕その前にナイトメアさんが下の方にシールド方面に抜けており、メイヤ君もコミュニケーションのところで見ていて下に降りてるのを見てます。僕がメイヤさんを見たのはナビゲーションで一緒になったのは見てます。間違いないです、うんうんうん。で、メイヤさんは1回ナビゲーションから出てまた戻ってきました。僕はで、メイヤさんを置いて出てます。うんうん。で、魚さん、エレクトリカル誰も入ってきてないって言ってる。うん。それおかしくて、僕、エレクトリカル、時系列の話をしていた途中だったので、ナイトメアさんが、入ってきてるのは確認してるんですよ。あ、オッケー、よかったよかった。で、だから、ナイトメア君、先端がナイトメア君とすれ違った時に死体を発見しているのであれば、ナイトメア君濃厚なんだけど、それじゃなかったらナイトメア君は白いですよっていう証言をしたから。もう一回話した方が良さそうかな。うん。ただなんか名屋さんの所在地から考えると高田さんって浮かんできちゃうよねっていうのは思ったぐらいかな。うん、そう。イカクロスって最終位置どこだっけ？これダブルキル狙いで実は相方キルクル上がってなかったとかないかな。多分まだ詰めた方がいいかなって思ったので押しました。あ、詰まると思いますよ結構。右にいた人は高田さんを見てます。僕見てない気がするんだけど。見てないです。俺も見てないよ。誰も誰もってことないな。誰か見た気がする。高田さんどうやって動いたんですか？俺メッドベイで、タスクやって、あ、その時オラフ君とすれ違ったわ。オラフ君がメッドベイから出て行って、多分カフェから下側があったから多分アドミン方向に行ってたと思って、で、メッドベイのタスクやった後、ウェポンに行って、ウェポンのタスクやって、で、シールド側に降りて行って、シールドのタスクやって、で、ストレージに抜けたって感じ。あ、違う。ナイトメアにあったか。いや、俺、高田さん見たような記憶がないんだけど、どうだっけ？まず僕は初手、ウェポンにいて、先端さんと
メヤさんが降りていって、後からアメネコさんが来ました。で降りた時に、先端さんが下から上がってくるのとすれ違い、ナビゲーションに入ったらメヤさんがいました。一回メヤさんが先に出ていきましたが、その後もう一回メヤさんがナビゲーションに入ってきました。それを置いて僕は、置いてシールド、コムズ、ストレージと抜けて最後エレクトリカルの中にいて、停電が起きてないのにもかかわらず配電場に魚さんがいるなと思いつつ、不審に思いつつも、僕の方にタスクを行こうとしたところでなったって感じ。ってことはナイトメアさん視点、魚さんはストレージキル無理ってことですか。直前給油してましたよね、ナイトメアさん。給油の給油してた、まあ、給油の近くは通ったのかな、確かに止まってたのを確認しましたけどね。止まってたかな、あれ、そう、どう見えたかな、あれ、給油はしてなかったと思ったけど、違った、あれ、どうだっけ。じゃあ、ナイトメア高田に一郎いそうっていう結論でいいんですかね。そうですね。うん、メアなんじゃないの、メアさん、いや、メアさんってどこ行ったの、これ。メアさん、俺が最後に見たの、ナビゲーション。で俺は高田さんを右に見た。じゃあ、一緒にいたってこと、初手じゃない、あの、僕がウェポンからでタスクをやって、降りてって、先端とすれ違って、申し訳ないけど、僕ちょっと入れてないから、高田さんから釣りたい。俺からだろ。ナビゲーションでナイトメア一緒にいたっていう証言今言ってて、俺からになるの？え？わー、スキップ入れてるの誰だ？え？あ、今、誰だ？なんで3票？僕ごめんなさい、ナイトメアさんに入れちゃった、僕。俺もナイトメアさんに入れた。あー、ごめんごめん。あーてか他してん、そっか、僕もありえるから何目下がんのがいいか。他に任せた方がいいな。はい、スキップ入れたのは私ピカクロスです。なぜかというと、はい、ローラーか否かの話が詰まってない状態で処刑をしたくなかったから。あ、僕もごめん、投票したんだけど、そもそも誰に入れるかを明言してから投票すべきだったから、うん、申し訳ない。ごめんなさい、まあ、これ残り1票はナイトミアです。僕のキルも一応ありえると思うんで、ちょっと僕黙ってきますね、出せる情報出したんで。あ、先端に1点、多分、先端目線は僕ができないっていうのは多分証明できるよね。魚ができない、ナイトミアさん視点じゃないか。ナイトミア、うん、僕視点は無理だね。なんでかっていうと、先端って俺とエレクトリカルがすれ違ってるじゃない、ローアエンジンから。言ってない、言ってない。え、すれ違っていない、言ってない。速攻で行ったはず、右下に。右下に、え、エレクトリカルから出てきてなかったですか。少なくとも、オラフ君の死体に関しては、あのコミュニケーション側から僕が来てエレクトリカルに入って、その時点で魚さんがいて、その時にオラフ君の死体がないので、めちゃくちゃ直近で絶対死んでるはずなんですね、僕視点は。なので最終位置にストレージにいた人じゃないと多分犯行が不可能だと思うんだけど。まあ何が言いたかっていうと、俺はエレクトリカル先端とすれ違っているから、先端が、その時にストレージに行って死体を発見してないのであれば、俺って犯行できないからっていう話なだけだったので大丈夫です。ありがとうございます。お前記憶違いか、多分言ってないはず。一応一点聞きたいのは、サントスさんって竹雄さんと一緒にいましたけど、竹雄さんってそもそもアドミンにいるって話でしたけど、サントスさんってどっから来ました？いや、アドミンから、僕よりも先にアドミン出て。あ、一緒だったんですね。あ、ごめんなさい、それが聞けてなかったんで。ありがとうございます。大丈夫です。じゃあ、私、はい、私目線は竹雄さんはメニコさんできないっていう。あ、OK です。ありがとうございます。OK、じゃあ今日は処刑する、それともスキップ、僕は処刑したいです。OK、追放するんだったらナイトメアは高田でいいかな。で、偶数だから竹尾さんに決めてもらえばいいんじゃない、白になったら。僕ナイトミヤさん落としたいなって。あ、マジで。あ、僕は何の容疑でちなみに釣られるのにしたい、怒ってる。血の容疑も変わってる。どっちもあるかな。どっちも変わってる。あ、これ、これすぐ押しましょう。私ボタン、タスクはもうやんなくていいっすね。ケンシボタン残ってるやん。俺残ってる。残ってるけど、多分俺は押さないな、この盤面だと。米対策だな。直近。ナイトメアさんが魚さんが白って言わないのはなんでだった？
はい。どうします？高田さんまで行く、まあ、剣士まで僕は絶対ローラするけど、剣士目線の情報を落とし切ってほしいかな。俺の情報って多分さっき言った以外何もないからない感じか。でもナイトメアさんが名屋さんと直前にいた証言ってナイトメアさんが出しててぐらいかな。俺多分ねナイトメアさんはねチラって見た気がするんだよ、一人だけ。どの辺でとかわかる？ナビゲーションの入り口らへんで俺下に下っていって、でもどっかで追い抜かれてないとおかしいんだよ。ピカ君ってどこに関係上だっけ？あと なる10秒前とか。あと普通にアドミン。アドミン。あ、それはサントスさん、タケオさんも見てる。タケオさんが証明してくれると思うが、どうだろう。誰の話？ピカクロスがカードスラッシュの方まで行ってるのは見てないですかね。あ、ごめんなさい、そこまではちょっと覚えてないです。でもいたと思います。一応言うと、アドミン入った時にダウンロードにサントスさん、アドミンマップ見てるのがタケオさん と、オラフさんっていうのを 誰が言う前に先に言ってるっていうのは事実です。なるほどね、まあ下でやって入ってきてる可能性もあるにはあるのか。じゃあ後から入ってきてる、なくはないね、なくはない、否定はしない。あ、でもやっぱ疑わしいのはライトメア剣士だからな。ここは落としきって、ね、ここがもしも2クルーだったらマジ申し訳ないな。高田さんの主張は何だったんですか？ナイトメアさんと会った、いや、ナイトメアさんが名屋さんと直前までいたっていう証言してたんだけど、俺チラって見たの多分ナイトメアさん一人だと思ってて、多分名屋さんのキル俺ナイトメアやってんじゃねえかなと思うんだけど。オラフ君は正直そっち側わからん。ストレージ入った瞬間先端が一瞬見えて即レポ入ったから。あ、名屋さん、コミ入れてたナイトメアさんでしたっけ？そうそう、ナイトメア、ナイトメアさんか。そうだから、それで下の方にいるんかって話になってたから。あ、そうか。だから高田ナイトメアで絶対1落ちると思う、1落ちると思いますよ。でタスクも結構進んでるからほいと思いますけどね。終わったりして終わった、あった、終わるけど終わりだよ。高田さんごめん、なんかこんなになんか詰まるとは思ってない。いやいや、全然俺はちょっと名屋さんと遊んでたんで。いや僕は高田さんがいるのを知ってたから、まあ名屋さん殺してくれるだろうなと思って、それに合わせてオラフ君殺そうと思ってサクって殺したんだけど。高田さんがね、ベントの上にずっといたの。で俺はずっと見てたんだけど、高田さんがベントの上で踊ってるから、これはエンタメ的にこのベントの上に行って二人でなんかやるんだなと思って行ったら殺されたんですよ。いやだ、楽しかった俺は。それが引きずり込まれたからね。センターさん、僕をストレートのどこら辺で見ました？僕視点今見返してきたんですけど、センターさん映ってなかった気がして。右下からストレージのゴミ線、急にところ、ダオキズレとかかな。いやでもセンターにいたよ、俺見えた。あ、いましたよ、多分。あれ？だして即レポしてるから。センターさん右下から上で下って感じで行ったんで、多分サントスさんと真反対の行ったんで、見え、俺も見えた。見えないと思う。あ、上から行ったんだ。ごめんなさい、多分あれ、俺先端見間違え、竹尾さん見間違えたのかな。竹尾さんってエレクトリカルって行きました？その前ですか？そうそうそう、あの、いや、リポートが鳴った時だね。いや、いないですよ。え、じゃあ誰見たんだ？俺ペット見たんですよ、多分。ペット見ててベロ出した犬がいたんですけど、どれだ？あ、オラフさん。オラフさん説ある。オラフさんですな。竹尾さんも連れてない？完全にペットでいいしかったかもしれない。今実施点アーカイブ見てきたんです。まあ僕コムズ側から来て、ストレージのゴミ捨てのところも見て、給油のところも見て、エレクトリカの入り口に来たところぐらいでオラフ君が給油のところで止まったのを確認して引き返して殺して、またエレクトリカの中入ってるんですけど、先端さ映ってないんだよな、僕視点。動機ずれかな、だとすると。動機ずれはテーマたまにある、ね。あ、見えてる見えてる。僕見えてるわ。説明しづらい。分かりやすいのが、ロアの、左下タスクやってた通りがかりになんか名前表示されるじゃないですか。なんかちょっとこう、バグ、はいはいはい、バグではないけど、なんかドア越しに相手が見えるみたいな感じ、名前が見えるみたいなあるじゃないですか。うん、あれで見えたかな。ロア？皆さんが。なんかロアでよくあるじゃないですか。ロアの左下で、全然視界に入んないところだけど、なんか名前のところが光って姿がちょっと見えるみたいな。ああ、結構見えるんですよね、ストレージの。給油のところも見えるよね。そうそうそう。で、その、まさにその給油のところでって感じです。
給油のところでか。あ、じゃあセンターさんがゴミ捨て捨てるときに僕が給油のところにいる名前が見えたってことかな。あ、そうですよそうですよ。あ、じゃあその時は多分オラフコを殺した瞬間とかじゃないかな。だとする下手すると、あ、殺した瞬間だった。僕ずっといたように見えたけど。あ、そうか、オラフコ殺した瞬間か。今までで殺された中で一番腹が立つ殺され方。いや俺めちゃめちゃ楽しかったよな殺した。やっぱもう釣るべきなんだよ高尾さんは。あれさ、リアクターのさ時にリアクター直してないのもインポスターだし、ペイント上立ってんのもインポスター。いや普通にインポスターとしてインポスターの動きをしてた。そうダメだよ、サイコパスだから。まあ仕方ない格好だとダメなんだって。